1989年当時世界で最も速いフォードワーセダンは実に意外な車だったその名はローータスカールトン。外観を見る限りとてもそんな過激さはうかがえないがその中身は現代の基準でも十分速い高性能サルーンであるこのカールトンのベースとなったのは オペルオメガのイギリス版である、SI、v ボグゾールはこの量産ファミリーサルーンを BMW の M5 やメルセデス E500 と渡り合えるモンスターに仕立て上げようと考えたそこで白羽の矢が立ったのがスポーツカー作りの名門ロータスである。 ロータスはこのカールトンの中身を徹底的に作り変えたエンジンは3リッターの直列6気筒を3.6リッターまで拡大ピストンクランクシャフトも別なものに置き換えられたさらにヘッドを4バルブ化しギャレット製の T25 型タービンを2基与えたのである。 それだけではない。大幅に増加したパワーに対抗するためギアボックスはノーマルの5速 MT からコルベット ZR1 用の6速 MT へと乾燥足回りは固められブレーキには台形4ピストンのベンチレーテッドディスクと ABS がおごられたエクステリアではフロントバンパーが大型化され ボンネットにはターボの熱を排出するエアスクープを装備。ボディスカートによって空力向上も図られていた。その結果、このロータスカールトンが獲得したパワーは382馬力、56.8キログラムメートル。1655キロと決して軽くはないボディに、ゼロ100キロ加速、 秒 0, m, 秒メートル最高速度時速283キロという超ド級のパフォーマンスを与えたのであるメルセデスや BMW が最高速度250キロという紳士協定を結ぶ中このロータス・カールトンはスーパーカー並みのスピードを実現し 世界をあっと言わせたのだった。